はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は11月24日火曜日、時刻の方は16時35分です。ちょっと光っちゃってる、見える？てるてててぐひひひひひ。はい、そんなわけでね、今回はこちら、ダーン、楽天ペイ不具合エラー、決済できないっていうことで、なんじゃそりゃってね、もうツイートトレンドでね、大騒ぎですね。でね、今現在、まあ、4時間ぐらい前のあれかな、からずっとあるのかな。で、例えば、あ、ちょっと待って、じゃあ、おじいのやつ見てみる？じゃあ、ちょっと待ってね。すぐ見せれるからね。よいしょ。ね、楽天ペイはね、おじいも使ってるんだけれども、ペイペイと一緒に使ってるけど、最近ペイペイもほら、限定されたものとかさ、なんだっけ、マイナーポイントの連動じゃないとっていうね、なんか、そういうのがあるでしょ。そういうのばっかでさ、ポイントが全然数字を使ってもつかないから、今、ペイペイ使ってないんだよね。で、楽天ペイも、基本的に使ってないんだよね。なので、元気なおじい何使ってるかっていうと、キャッシュ、ね、キャッシュを使ってます。ヤフージャパンカードの紐付けでそのまま使ってね、2%、ウヒヒヒって、1% か。ね。でも、ヤフーカードとのポイントもあるんでね、20ドリでよね。それがね、一番無難かなと思う、キャッシュレス決済になっております。でね、もう今現在どうなのかって見てみると、やっぱね、今現在こんな状態になってます。はい。なかなかね、何時間経っても、復旧しないね、これね。大丈夫これ。で、しかも、ここにケチつけられてるよ。端末の、要はこれ通信状態が不安定ってことだよね。おい、こっちが悪いのかよって。おもう違うだろう。ね。サーバーのシステムが不安定なんだろう。お前らの方だろうって。何これ客のせいにしてんだよって。端末の通信が不安定って、もうちょっとこう書き方があるだろうってね。私たちのしょぼいシステムが原因でお客様に大変迷惑をかけております。ただいま下がりません。ごめんなさいぐらい書いたっていいじゃないかっていうね。何が端末の通信がどうのこうのなんだよ、これね。電波の良いとこ、電波いいよ、これふざけんじゃねえよ、この野郎って感じだね。ほら。楽天はさ、こういうところがあるんだよ。こんなに電波がいいところで、ここ、どう見たってさ、どう見たって電波いいだろう、ほら、こんなに。これ以上電波がいいとこないだろうっていうぐらいいいとこでやってるよ。ね、これを電波のいいところでやれって、要はお客の電波状況が悪いんだっていう、そういうケチつけられてるよね。これってね、いかがなものかと思うよ、本当、ね、だこういうのがなければまだね、不具合が起きてね、申し訳ありません、大変今原因ね、復帰中ですってね、確認してますって、そういうのがあればいいんだけど、お前の電波が状況が悪いんだ、電波のいいところに行け、え？ってなるでしょ？ふざけんなよって感じだよね。だこういうのが信頼問題っていうか、その何にも悪いことをしてないお客さんに対して、お前が悪いんだみたいな感じでケチをつけるから、楽天は嫌われるんだよ、これはね。まあそんなわけでね、元気なおじいのところでも確認しました。不具合エラーで決済ができない。ということで、じゃあね、オフィシャルではどうなってるのかね。この楽天、ね、この楽天のオフィシャルがあって、で、このね、オフィシャルページの中の、なんかこう、緊急のお知らせとかそういうのがね、どこにあるのかなと思って、ねえなと思ったんだけど、ここのちっちゃいところ、この、ここの、このちっちゃい字で、おじいも気がつかないぐらい、ここのちっちゃい、ちょっとズームしてみる？すっごいね、このほら、見えにくいこのちっちゃいところ、ふざけんなようだろう？ここのところよく見たらあるんだよ。こんなちっちゃいの気がつかねえよ。ね、
なめてんのかよっていう。でここをクリックするとなんだよこのちっちゃいのは、なんて書いてあるんだよ、ふざけんなよってね、なんて書いてあるか読めないでしょこれ。いや思いっきり拡大しないとね、これね、なめてるとしか言いようがないよこれ、ね、はい、楽天アプリのご利用について、弊社は楽天ペイアプリをご利用いただきまして誠にありがとうございます。現在楽天ペイアプリにてバーコード表示の際にエラーが発生しております。ただいま復旧に努めております。バーコードが表示されない場合は楽天 AD スイカなどバーコード決済以外の決済手段をご利用いただきますようお願い申し上げます。ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございませんということを、このインターネット上ではね、このようにちっちゃい文字でね、元気な文字がね読めないようなちっちゃい文字で、隠されて書いてありますね。でも皆さんが実際に迷惑を被っている楽天アプリではお前の電波が悪いんだみたいな感じで、申し訳ありませんの一言もございません。で、これをね、じゃあ元気なおじいはどう見るかっていうとね、この楽天ペイの不具合エラーの決済できないっていう問題なんだけども、この原因がまだ追及できていないね。システムがってどうせサポーター言うに決まってるんだよ。じゃあそのシステムはね、どこが作ったんだ、どこどこが作ったやつさんだみたいなね、そういう流れになるでしょう、ちょっと前みたいに、ね、そんなことで、ね、うちは悪くないみたいなね、感じになっちゃうとは思うんだけども、実際にね、いろんなもので紐付けされてね、この楽天ペイで支払いをして、もうレジに並んでね、買い物で現金持ってない人だっているわけだよ、そんなに。だって、おじいだってさ、この間床屋代の980円が足んなくて困ったくらいなんだから、ね、これ困るよ、本当。で、お家に帰れない人も出てくるかもしれないわけだし、ね、買い物だって散々レジ並んでて、自分の番が来たら、決済できなくて、買えない。困った、どうしようってなる人いっぱいいると思うよ。じゃあスーパーだったらまだいいけどもね、じゃあ食べ物屋さんだったらどうするの、食い逃げするしかないじゃん。どうするの、みんな犯罪者だよこれ、困るよ。あ、決済できない、ね、お客様、じゃあ他の支払い方法で、今これしかないんですよってね、お客様、決済できないんですか、食い逃げですか、警察呼びます。楽天ペイさえ使っていなければ、税関もなっちゃったってことでね。はい、楽天ペイに頼っていた方は、これで前科者になります。やばい、ね、刑事事件、そしてね、民事事件ダブルになります、ね、国には刑法、ね、あります、ね、そして、要は民事上の、ね、要は損害賠償請求訴訟を、ね、起こされます、ね、そんなわけで、ね、民事的にも刑事的にも、ね、大変なことになる。楽天ペイに頼っていてそういうことになってしまう。でも元気なおじいは楽天を責めません。楽天責めない。なんでかっていうと、このじゃあ何が原因なのか、どこが悪いのか、そういう方たちがどうして出てくるのか、これは国が悪いに決まってるじゃん。当たり前でしょ。だっていろんなものでトラブルで何にもできていない、要は楽天に対して総務省はね、認可をしているわけでね、もう全然できてないものをね、やらしてるわけでしょ、ね、でなおかつこういったものをね、ほら急いでほらやれやれ、ほれ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 ってね、要はキャッシュレスね、
これ日本が資料遅れてるからね、どん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 無理やり何でもかんでもはよ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 みたいな感じでやらした結果なんだよ。で、まあ、ペッペとかああいうところでもね問題はあったけれども、このいろんなことでトラブルだらけのこの楽天にこんなものをやらしたらね、どういうことになるのか、もう大体最初から想像つくでしょう、ね、だからあのね、おじいちゃんも言ってるんだけどね、全部 ID 化されるで、免許証などもみんなあの電子化されるって言ってるでしょ、であのマイナンバーで全部ひも付けされるね、でそういった情報のほらあの年金の情報からあの個人情報なんだっけね、自分のなんだっけあの マイナンバーのやつもみんな中国の業者に行っちゃってってね、いい加減なあれがあってニュースがあったよね、そんな感じで全部あの情報の盗まれちゃうどころか、気がついたら要は自分の財産が根こそぎみんななくなってしまうっていうね、そういうことが起こり得るわけですよね。で元気なおじいも1ヶ月ぐらい前かな、あ実はアカウント乗っ取られたみたいで、であのすっからかんになってました、お金が。あれなんだっけ、ほらあれほらあれだよあれね、出てこない、ここまで来てくる、この間雑談で言ったんだけどね、あれあの ネットの銀行じゃないんだけど、おなんだっけほらあれね、ペーパルだっけかね、ペーパルで、ペーパルの中身が空になってたね、すごいことだよ、もうほとんどなくなっていたね、4回ぐらいに分けて全部なんか引き出されていたというか、なんか買い物なのかな、なんかにされていたっていうね。で原因を調査してもらったんだけども、結局だから乗っ取られたみたいでしょうって、でどこから乗っ取られたのか調査してもらって、いやメインアカウントではなさそうですね、でサブの方ですねってことで、でなんかそっちの方から何が原因かわからないけど、なんか乗っ取られたということで、で全部そっちのアカウントは全部停止してもらってね、全部パスワードなんかも全部変更してもらって、ですぐにねその連絡も何も来ないでよ、ペーパル乗っ取られた場合って、その何かの取引があると必ず連絡があって、でね、ほら自分で入ってこうやるでしょ、確認が来るからね、に二重の確認があんじゃんね、でそういうのが来ないんだよ、通知が全く来ないでどん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 引き落とされていっちゃうという気がつかないところで、だから連絡が何もなくて気がついてみるともう中身がないっていうね、そういうのがあるんだよ。でそういったことをいろんなことトラブルがもう実際にあったでしょ、ね、だから日本国民の財産はみんな近い将来なくなっちゃうような気がする。でその保証が補填がっていうと結局どっかが自腹切んなきゃなんないとかね、あと税金が投入されたりして、ね、そうすると我々の税金がそういう保証の問題に使われて終わってしまうっていうね、そういうことなんで、でその予算がまた足んなくなるためにまた増税とかね、何やってんのみたいな、ね、でこういった電子決済なんかを使う場合は、まずは元気なおじいが昔言ってたのはね、その犯罪の国はこういったものが強い、でちょっとこれは関連付けないけども、例えば中国ね、中国なんかほら中国がハッキングするとかね、犯罪者が多いとかそういうことを言ってるわけじゃないけども、中国ね、中国のいろんなシステムがあります。で中国のシステムっていうのはセキュリティがものすごく頑丈です。例えば LINE なんかはすぐに乗っ取られるけども、 WeChat ね、中国版の LINE なんかは乗っ取り不可能です。でちゃんとお金のやり取りもできるんだけども、おとにかくいち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 パソコンでやっててもすぐにログアウトになって、毎回毎回承認しないとログインできないとかね、すごい硬いです。それはそういうセキュリティのね弱いところね、そういうところをところに詳しいからこそ、そこを突破されないように、
頑固なものを作ることができるっていうね。で、日本の場合は何かトラブルがあっても何が原因なのかわからない。で、何日か経ってから、いや、こうこうこうでこうじゃないか、いや、こうらしい、びっくりしたね、なんてね、こんなことは想定外みたいな、そういう人たちが作ってるっていうか、丸投げして作らせてるわけな、わけであって、そんなもの突破されるに決まってんじゃん、当たり前じゃん。っていうのがおじいの考えです。だから他の国、中国とかね、他の国っていうのは、もうそういったものをもう散々昔からいろいろやっていて、で、要は、セキュリティの弱いところをもうよく知ってるわけだからね、どうしたらこう突破できる、突破されるとか分かってるから、だからこそそうされない頑丈なもの、よく泥棒が教えるね、泥棒に入られないようなセキュリティってよくテレビでやってるけども、泥棒の心理がなければ、セキュリティはしっかりできないんだよ。要はね。だから日本みたいに平和なところが、何かあってからね、さあ、なんでしょうね、困りましたね、調査、原因調査中ですって。これがもし中国だったら、なんか、あ、原因はそこだ、もうそれしか考えない、そこ行け、ピュッてね、見つけたって、大体ここだろうって判断ができるんだけども、日本の場合は、さあ、何が一体起こったんだ。で、わからないどころか、この責任は誰が取るんだって、そこの責任のなしに付き合いだけだよね、結局、日本の場合は。だから、そんな状況で、全然こういう電子決済とかセキュリティに関して、全く技術的にも知識的にもない日本が、こんなものを他見て見よう見まねでね、ハリボテで真似してやろうなんていうこと自体が、ちゃんとおかしいんだっていうね、10年早いってね、そう思うんだよ、おじいは。でも、それをね、どん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 やらせる、これは国の責任ではないかなと思うよね。おじいはそう思うよ。まあ別に国を批判してるわけでも何でもないんだけれども、なぜこういう、こう、想定できることが起きているっていう。で、元気なおじいはもう随分前に、こんな日本がそんなものをね、急いで真似しちゃっても、あんなっちゃうよ、こうなっちゃうよってね、過去の動画にもあるよ。ゆうちょっぺ、そんなもの使えねえよ、つってね。言ってたんで、おっかなくて使えないよって。で、その時に視聴者の皆さんに、すごい攻撃されたんだよ。誘致を使ってる人たちが多いからね、敵をいっぱい作ってしまって、でも挙句の果てにおじいが言った通りになったでしょう。でもうね、もう1年とか2年前にこれはもう元気なおじいでさえ想定していたことが起きたっていうことです、ね、ペペにしたって何したってそうじゃんね。だから おじいは使えない、そんなことだって戻ってくる保証もないし、なんかあったらドラマだと怖いじゃんってね、使わなかったけれども、そしたらそれをポイント戻ってくるのを期待していた人たちがね、戻ってこねえとか、なんかいろいろなんかあったよね、なんかね、ほらねって、だからそんなものにね、欲に目、ね、顔しっぱらかしてね、それを目的で買い物して戻ってこなかった場合、ね、そんな買い物を今したかったでしょ、今やんなかったでしょとかね、あるんだよ、こういうのがね。なのでね、テレビなんかでああいうのもいっぱいあるだろうね。本当に今なのね、オリンピックが始まるときに買えば、まだどん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 こう安くなっていくよ。なんでまだ来年なのに 今から買っちゃうのって、まだ高いじゃんってね。どん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 家電製品は最新のものがくっついてくるし、安くなっていくし、なんでそんな1年も前から買っちゃうのってね、来年オリンピックだなって言いながらね、そういうものなんで、日本人はどうしてもね、気が早いんだよね、本当。で、落ちる場合は石橋をつついて渡るからね。これ、そういったものには、あんまり引っかからないんだけども、得をした気持ちにはならないけども、損はしないっていうね。そんな感じで手堅く生きております、おじいはね。そんなわけで、今回は楽天ペイの不具合エラーね、決済ができなくて、青喋った方もいっぱいいるんじゃないでしょうか。これね。で、もう、海外、例えば中国とかね、台湾とか、あっちの方では、実際にもう若者は、お金を持っていない。要は、お財布を持っていたのはもう半年以上昔の話でね、それを見たのが半年くらい前だから、もう1年くらい前からね、若者はお金を見たことがないっていうね、もうそうなってんの。で、お店側の方も電子決済の方が、お釣りもめんどくさくないし、その詐欺に合わないし、強盗にも合わないし、ね、偽札なんか結構ほら、被害が多いでしょ、海外はね。日本の技術はほら、すごい高いから、海外のお金もよく作ってるって言うけどもね。でも海外ではね、やっぱそういう偽札問題もあるので、そういったもので捕まされたらお店側が被害を受けるんだよね。いや、電子決済のおかげでそういう被害がないっていうね。
まあ、所有ものがあって、でも所有ところに強いからね、国がね。だから日本の場合は、見よう見まねで、張りぼてでね、やったとしても、ダメなんだよ。すぐに、日本のペア、そんなもの、何あれだよね。お財布から、ね、皆さんの財産がビローンって飛び出たまんま、なんか後ろのポケットからブラン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 ってね、見えて、ブラ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 、後ろ気にしないで歩いてる、釣りやってるとかね、と、同じように見えるの、海外の人から見たら、日本のこういう電子決済っていうのは、ね、怖いね、ほんとね。だいろいろ、なんかわかんないけども、お金は盗まれるわ、ね。なんかの不具合があって使えねえから決済で困るわ、すごいトラブルだよね。で、日本人はノーとは言えない。ゲクナオ人はペイペイが不具合で使えなかった時があって、薬局でね、薬局でレジで並んでて、でペイペイで買おうかなと思ってね、ナンパ戻ってくるっていうね。それでレジとかここで並んでたんだけども、何回やってもペイペイがね、電波が繋がんなかったね。すごい皆さんもトラブル覚えてるでしょ。で、粘って粘って何回も一本木ぐらいに店員さんが何度も何度もやってくれたんだけど、でうちの親父を待たせながらもね、10分15分でずっとやったけども、結局決済できなかったので、じゃあすいません、買い物諦めますっつってね、ごめんなさいっつ戻しておいてくださいっつって、でお買い物を諦めて帰ってきました、その時はね。まあなのでね、これがもしね、飲食店だったらと思うとゾッとするよね。怖いよね、本当恐ろしいよ、ね。はい、そんなわけで、この元気なおじいのね、この動画を見た視聴者の皆様はいかがだったでしょうか。実被害が出ていなかったでしょうかね。今でもね、いや、こんな電子決済なんか頼らないでね、銭いっぱい持ってるし、ウェーバチン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 とね、こうやってお金を持ち歩いてる方、ね、いらっしゃると思うけども、ね、そういう方にはもうこんな問題何やってんの、へえ、そうだったんだ、かもしれないけどもね。いや、おじいでさえ本当にお金を持ち歩かないし、お金をもう身近に置かないっていうね、それがなんか一番安心だよね、なんか無難っていうか、で、面倒がないし、で、よくおじいはね、100均のレジの特定の店員さんにちょろもかされてたんだよね、個数だとかね。本当ね、1回ピッてやったものはまた2回ピッてこうやられたりとかね、結構たくさんちょろまかされたんだよ、ね。だから電子決済だとそういったものがね、あまり発生しないっていうね、非常にありがたいんだよね、うん。まあ、みんなレシートはね、しっかり見るようにしようね、本当ね。なんかね、怪しい店員がいるんだよ。だからピッてやって12個買ったとしても、ピッてやって1個ってね、そこからまた12回で、その後に、ピッてやって1個テレレンってなった時に、加算して12個やって全部で13本だったりとか、ね、おかしなやつがいるんだよ。あともうね、まあ、ほにゃらら坊主っていう居酒屋があったんだよ、うちの近所にね。で、そこは汚いことするんだよ。ビールをね、例えば2人でね、4本飲みましたって言うと、それをね、6杯でつけるんだね。行くたんびに2杯余分につける。これはもうものすごい皆さん有名な話で、みんなやられたって言うんだよ、それね。店員がね、わざとやるので、頼んでもいないものを持ってくるの。いや、そんなの頼んでないよ。え、そうですかって、こうやって見て、で、なんかパラパラってやって、なんか書いてピーってやって、で、間違いなのになんかやるんだよね。で、レジに行くと、それ打たれるの。お、ちょっと待って。これ注文してなくて間違って持ってきたやつで、その時の店員が書いてあった時、ああ、そうですか。じゃあ、これは消しときますねって言って、店員を注意して、打つのやめさせて、で、最後、何が言って、何が言ってってやったら、一番最後にまた消したのをくっつけやがって。で、てめえって話になるでしょ。間違えました。その店員の最後に、間違えました。ね。で、それを毎回その手なんだよ。バレたら、すいません、間違えました。これで済まそうとするんだよ。それ、何回もやられてると許せないでしょ。だお店の名前変えたっていうか、
でまたちょっと申し子戻したんだけど、あの今度カードが使えなくなった、店の名前が変わったら、やること汚いだろ本当こういうね汚い世界なんだよね。まあそんなわけで、どうしてこんな日本はそんな汚い国になってきたのかなっていうね、もう中国みたいなところはね、だん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 経済が発展してお金持ちが増えてきてね、で今までのことはなかったことのようにね、世界を引っ張ってくリードをしようっていうね、大きな力を持ちつつあるね、もうアメリカを抜いてね、大きくこの地球上の権力を握ろうとしているね。で、もう日本はね、本当もうね、これ先進国からもうどん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 いろんな技術とかそういったものも全然でもね、置いてこぼれを食って、もう昭和の時代で日本は慌てしまったからね、どん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 こう退化してこうやっていってしまうね。こんなところがね、形だけね、他真似しちゃってね、ダメな話なんだよ。だからこれは免許証がね、みんな電子化になったら、それはもう恐ろしいことになるよ。で、みんなマイナンバーとかああいうのとみんな連動するっていうでしょ。いろんな犯罪が恐ろしいことがもう起こると思うよ。身分証明とかそういうのでしょ、ね、いや怖いことが起こると思うよ本当。そういうのは全ての面においてセキュリティをしっかりと、もうこれでもかっていうぐらいのことをテストをやってからスタート次第で、もう一か八か本番みたいな感じだから日本ってね、怖いことが起きると思うよ本当。いやおじいはね不安でしょうがないんだよ、ね、そう考えるともうこの電子決済っていうものが怖いっていうかね。で銀行なんかもあるでしょ。で銀行の要はそのまんま通帳でそのまんまお金をね預けるのは機械でもできるよね、通帳があれば。で引き出すのにインターネットを使うようなああいうのを登録しないで普通に使うだけのものにしておかないと、もう知らない間になくなっちゃうと思う。怖い本当。おじいもインターネットね楽天銀行とか使ってるけど、楽天銀行自体が怖いよね。大丈夫、ね、Eバンクのままだったら安心なんだけども、この楽天だったら怖いんだよ本当。いろんなものの引き落としとかで、ね、みんな楽天使ってるんで、いや今回のこんなようなことが起きてね、カードの引き落としができませんとかだったら、いやそれは恐ろしいことになるよね本当。電気ガス水道からいろんなものが全部ね止まっちゃうかもしれないよね。怖いよね本当。いやもう全てのことから楽天から逃げなければ、もうわーって逃げないと怖い本当。でも楽天だけじゃないよ、他のとこもね同じ。あと楽天も怖いんだけども、でもおじいはゆうちょがもっと怖いからね、あれがね。おじいゆうちょだけは持ってないんだよ、もう作る気がしないっていうかね。ゆうちょはもう作らないです、口座は作らない、絶対に作らないゆうちょはね優勝しか、そんな優勝のこと言ったらね、めぐるみ剥がされちゃうかもしれないってね、本当怖いからね。まあ保証してくれるからいいってもんじゃなくて、その手続きとか証明とかね、いろんなことを人生無駄にするわけです。若い人はいいよ、もう我々みたいに人生1分1秒が本当に重みがある人たちが、その何にも悪いことしてないのにね、人生奪われてしまうわけです。でね、ペーパルはね紙対応だった。ペーパルは電話がつながるでしょ。で、しっかりと事情を聞いてくれて、でその内容を全部見てくれて、で確認いたしましたね。で、すぐにね専門の部署に調査させましたのでね、このまんましっかりとうちの規定の保証があるのでね、早ければ明日中にはね、ちゃんとこの処理がすぐに戻し、で今請求されているものはもう全部止めますっつってね。それで、今まで全部抜かれちゃったものについては、うちの保証で全部ね補填して返金ということで入金戻しますっていうことで、
ペイパルでね、本当にあの1日かかんないで戻してくれた。でこれがね、ペイパルの口座から本当猫シェギ4回に分けて、持ってかれてるんだけど、それがね2週間ぐらい前から始まってたけど全く気がつかなかったんだよ、ね、なのでね、通常のお買い物だったらお買い物の際には認証があるんだけれども、なんか乗っ取られちゃうと、もうその連絡もないっていうか、なんか権限持たされちゃうとなんかそれやられちゃうみたいだね。なのでね、まあペーパルはね本当神だなと思った、ね、でペーパルが言うには、まあ、いろんなお買い物とかねやり取りやってて、そこのお金があると今回みたいになっちゃうので、まあ、使う時に入れていただいてね、あまり、ね、入れておかないのはあまりいいですよってこう言ってくれたんだけどもね。でも今さ、何度ゲームを買うにしてもさ、なんだっけ、あそこのパソコンの、ドスパラがやってるとこ、なんだっけ、で、ああいうとこで、ね、今みんな大体ケイさん、ペーパル使えるじゃん。ね、あ、ペーパル結構ね、便利なんだよ、あれもね。ちゃんと認証してくれるしね。で、なんかあっても、こう、海外のものを買うときもね、ペーパルでも、ちゃんと売る人も買う人もちゃんと保証がついてるんだよ、ペーパルって。で、業者さんもね、ペーパルはもう手放せないって言ってるんだよね。だから、それぐらいに、中国の業者がペーパルを信用してるっていう。だから、おじいもペーパルは信用してたんだけど、ペーパルは本当に神対応だった。ね、これがね、他のとこだったらもう大変なことでしょう。すぐに戻ってこないでしょう、ね。はい、怖いね。そんなわけで、こうやって話をしてるうちに、楽天ペイ使えるようになったかな。まあさすがにね、そんな何時間も使えないものじゃないだろうからね、うん、あ、ダメだねダメだね、使えないね。もうこのさ、通勤ラッシュとかも今5時過ぎたんだけども、皆さん困るね、これから。しかもこれ連休明けでしょ。いやー大変だね。これ困ったっていう人がいっぱいいるんじゃないの。乗り物だとか食べ物だとか買い物だとかね、いろんな影響が出そうだね。本当、皆さんもね、またコメントにいろいろ残しておいてくださいね。私は助かった、私はすでにお金をね、まあ、私はいつもお財布に100万円ぐらいの小銭は入ってるのよ。おほほほほほ、何かあったんでございますか、まあ、それは大変ねみたいな、そんなコメントでもいいからね。私は大丈夫だったね、いや僕は困ったよとかね、皆さんのご意見があったらまた書いておいてくださいね。はい、そんなわけで、今回はここまでになります。被害を受けた方はね、本当他のものを持ってた方がいいよね。以上です、おじいでした。またね、バイバイ。